どうもおはようございます。中田敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6について話したいと思います。昨日のロト6は3つ数字1つ違いで当選できなかった。2回連続結構惜しい感じやねんけど、だからそやな、そこまで悪い外れ方ではなかった。だから数字1つずれてくれてたら3つ当選してた、マットが。まだちょっと流れは来てないのかなとは思うねんけど、また、来週数字離れる可能性もあるけど、でも、全然違う外れ方ではなかったから、そこは良かったかなって、結構ポジティブに捉えてます。今日は、ロト7か。気持ちを切り替えて、今日、ロト7。この前予想した数字で確認したいと思います。いやー、そうやな。かなりロト6は難しいねんけど、でも、もうちょっとで当選が来そうな感じがする。数字がちょっと近づいてきたから、2回連続結構数字が近い感じで来てるから、もうちょっとで当選できるんじゃないかなって結構期待してんねんけど、だからそうやな、その流れがもうちょっと来ると信じて、継続予想2口したいと思います。口数は増やすことはないと思うから。あと、ロト7は、今結構いい感じだから、最近2回当選してるから、いい感じじゃないかなと思うけど、今日はどうなるかわからんけど、当選できると信じて、結果待とうかなと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。